うちのおとどは御子どもはらばら糸をおかるにそのおいでたる覚え人柄に従いつつ心に任せたるようなるを覚え勢いにて皆な,なし立てた立てたもおむなはあまたもおわせぬを女吾も各おぼししことのどこおりたまい姫君も各たご多さ様にてものしたまえば 意口をしとおぼす。かのなでしこを忘れたまわずもののおりにも語り入れたまいしことなればいかになり,ななりにけんものはかなかりける親の心に惹かれてろうたげなりし人を行方知らずなりにたることすべておむなごと言わんものなんいかにもいかにも見放つまじかりける 高しらに我がこと言いて、怪しき様にては,はれ、はふれやすらん。とてもかくても聞こえいでこば、と、哀れにおぼしわたる。君たちにも、もし、さようなる名乗りをする人あらば、耳とどめよ。心のすさびに任せて、猿まじきことも多かりし中に、これは、意図しかおしなべての際にも思わざりし人の、 儚き物運じをして各少なかりけるものの草わい一つを失いたることの口をしきことと常にのたまいいず中頃などには中頃などは差しもあらずうち忘れたまえいけるを人のさまざまにつけておむなご貸し付きたまえる類どもに我が思う,思うすぎしもかなわぬが 意と心浮くほいなくおぼすなりけり。夢見たまいて、意とよく合わせるものめして合わせたまいけるに、もし年頃、おん心に知られたまわぬみこを人のもとになして、こしめしいずることや、と聞こえたりければ、女子の人の子になることは、おさおさなしかし、いかなることにかあらぬ、など、このごろぞ、 おぼしのたもべカメル。一方の内大臣は源氏の君とは違ってお子様方がそれぞれバラバラ、それぞれの女性のお身になった 方が体操たくさんいらっしゃってそのおいでたる覚えその母方のその育人家の子供をそれぞれに産んだ母方の評判おいでたる覚え母方の 評判が本人の人柄に従い従いして心に任せたるようなる覚え世間の評価ですね世間の人の 母親についての母親に関しての評判その身分や家柄なんかについての評判そのおいでたる覚えそれから、えー 本人の人の柄、子どものその本人の人柄そういうことに、えー、従い従いしてつまり従い従いっていうのは従いつつと言ってるのは、うん、幾人か子どもがいるわけですからその一人一人について、えー、本人の母方の評判それから 本人の人柄それぞれについてということなんです心に任せた世間の覚えや勢いがそれぞれであって皆成し立てたもそれぞれに一角に、えー、養育なさっていらっしゃる それぞれに生育させなさっていらっしゃる。これはやそぱり、内大臣の大きなの力になっているわけです。ただ、そのお子様のお子様も、女のお子はのく子んはいらっしゃらなくて、で、その中のの 尿も各おぼししことの滞りたまいて女房は古貴殿の女房として、えー、帝のところへ一番早く上がったわけですけれども源氏が押したあの梅壺のつまり後の秋頃む忠遇今なっていられるあの方にこ、えー、されてしまって。 早く中宮になられてしまって結局思いが理想が届かなかったわけですね。それを女房もだから女房にとどまってしまって中宮になれなかったわけ。女房も各おぼしことの滞りたまいてはじめ計画していられたことが 滞っていらっしゃってそれから姫君も各こと多豪様にて物下まえばこれは雲りの狩り姫君の雲りの狩りもこんなふうに実はやはり東宮に時代させようと思っていたんですけれども夕霧との恋仲が露見してしまってこれも 都合に終わっってしまった内大臣とすれば非常に不本意なわけです。各こと多豪様に手のしたまえば予定が狂ってしまった状態でいらっしゃるからして大変残念だとお思いになっていらっしゃる。それにつけてもかのなでしこを忘れたまわず。なでしこっていうのはあの夕顔の 残していった姫君、なでしこあるいはトコナツという名前で、えー、物語にそしてことに歌に歌われている人ですね。次<ん>の薪がだからトコナツの薪になるわけですけれども。 山つの「ほうあるとも折りに哀れはかけようなでしこのつゆ」いうふうにあの歌う歌の中に出てくるなでしこ常夏あの女性のことをあの幼い女の子のことを お忘れにならならい。一体どうなっているんだろうものの折々にも語り入れいしことなればいかになりにけんものの折にも語り入れいしことなればっていうのは甘江のひなさだめの中で 当年、えー、中,中将が告白するわけですねこういう儚い王政を持った女性がいた子どもをした中なんだけれどもというふうなしかし北の方が非常に厳しい人で厳しいことをそこへ言ってやったからしてそれで。 恐れて姿を隠してしまったというふうなことをその知らためのあの,告白談の中でで話すすわけですよね。その物おりにも語り入れたまひことなればあの「お前の品定め」の話のついでに、えー、自分で自ら話し出されたことだからしてで後々までいかになりにけん一体あれからどうなっただろう 物はかなかりける親の心に惹かれて物はかなかりける親というのは優雅のことですね非常に何か心はかない女性であったあの母親の心に惹かれて老竹なりし人をあの可愛かった人を行方知らずなりにたること 行方もわからなないようこことと、にしてしてまったこと実に残念だすべて女事言わんものなんいかにもいかにも目鼻つまじかりかり当の中将のつまり今の内大臣のしみじみと自分の体験から のつぶやきです、ね、うやって女の子というものはいかにもいかにもどんなパヤにも決して目を離してはならないものなんだ。優とその娘の娘 には若い頃の体験なんだそしてもう一つ雲江の狩り安心して自分の母親の大宮様のところへ左大臣家の大宮のところへ預けておいたところが 同じようにしてそこにいた夕霧と幼い恋仲になってしまって結局自分の予定の考えは遂げられなかったわけです宮中へ上がらせるってことはできなくなってしまった父親としては傷者にされたと思っているわけで,すで夕霧にまた厳しく当たるようになっているわけです。 その,塔の中上側から言えばいかにもいかにも女というものは目放つじかり、目を離しちゃならないものなんだとこう言ってるそうでございますかね。しら、うん、に我がこと言いて怪しきさにいてはふ,れさすはふれやすらん小ざかしく、うん、実は私の父は。 今の内大臣などなのよとかなんか言って俺の子供だと言って怪しげな様でそこら辺をよううろついているだろうかしらあふれやすらんあふるっていうのは放浪するっていうことですねよううろついているの だろうかしら。これはもっぱらその夕顔の娘実は玉頭のことなんですけどまだ全く気が付いていないわけですからとてもかくても聞こえいでこば何としても何つけても なのに出てこなければ話にならないとしみじみと思い続けになっていらっしゃるで自分の息子たちにももしさようなる名乗りする人あらば耳とどめよ耳とどめよ もっぱら、恋人を求めて弱歩きなんかしている若盛りの息子たちですから、どこでどんなふうにこう触れ合うかもしれないと思って、息子たちにも言ってるわけですね。もしそんな名乗りをする人に出会ったならば、 きちんと耳に止めておけ。心すさびに任せて俺の若い頃の心のすさびに任せてたるまじきことも大彼氏なかにあってはならないような振る舞いなんかも随分した中で。 これは意図しかおしなべての際にも思わざるししたの。そういうたくさんのあんまり自慢にもならない恥ずかしい恋愛沙汰がたくさんあった中で。 これは、このことは、そう、ありきたりの際では思っていなかった人、いい加減な程度には思っていなかった人が、儚き物運事をして、このちょっとしたかりそめの ししをして、物うじ、あるいは物運なんかほんのちょっとした感情の行き,つ、ね、行き違いでもう飽き飽きしてしまったというふうな物言いをしてつまり愛想づかしをして。 ちょっとした感情の行き違いから愛想づかしをしてこんなふうに多くもなかったほんのわずかしかなかったものの草わいものの草わいっていうのはものの種というふうなことです。女の子が少ない、 むしろ女の子の方が宮中へ登ってそして、えー、宮軍になったりすると非常に大きな力になるわけです。その種になるようなようなものを一つを失いたることの口を引くことその大事な種を 一つ失ってしまったことの残念なことよと告白しながら息子たちに言ってるわけと常にのたまいいず途中言っていらっしゃる中頃などは差しもあらず 時が経った自分、時が経った頃にはそれほどでもなかったがつまり玉葛のことなんか一時こう忘れていたわけですから中頃のほどはそれほどでもなかったがそれほどでもなくうち忘れていらっしゃったが人のさまざまにつけて 周りの人々、現地なんかが自分の娘を優遇なんかにさせているあるいは最近はまた別の娘を見つけてきて六畳の屋敷で非常に華やいだ様子になっているそんなことを菊につけて人さまざまにつけて人のこの場合は特に まあ源氏のことを意識しているわけですね人の様々につけて女子を貸し付きまえる類どもに若い娘に大事にかけて養育していらっしゃることなんかにつけて明石の姫君がさらにあるわけですねだから玉葛と明石の姫君と今 二人の娘を、源氏は、うん、屋敷にそれぞれ置いて将来のことを何か考えているとをの中条は内大臣は思っているわけです。なかなか容易ならぬ勢力があそこには育っているんだと思ってるわけです。我が思うほすにもお思うほすにしもかなわぬが 意図を心浮く不意なくお,もおぼすなりけり自分の考えの方はかなわないで実現不可能で情けなく不本意にお思いになっていらっしゃることだったで話が変わって夢見たまいて意図よく合わせるものを召して合わせたまいけるに当時夢っていうのはやはりあの ただ単に我々の考えるようなそこはかとないものではなくってことにまあ夢を見るその夢のありようそれから夢を見るその前後の状況のありようというふうなものが当然考え合わせられるわけですけれどもこれはつたならぬ夢だというふうな感じのする夢それをやはり 神の告げ、神が安心を示しているんだ。神の敬意の込められていることなんだ。夢ほど儚かないものはないというふうにはかないことの代名詞のようにして言いますけれども、実は昔、さかのぼればさかのぼるほど、夢ってものが大きな意味を持ってたわけですね。ですから 我々は夢でよかったと思うことの方がこう多いわけですけれども昔の人は夢の中のことがどういうことを暗視しているのかどういうことを予言しているのかということが非常に大事なことだったわけであるいはまた夢の中で遠いところへ旅をこう旅を いくあるいは思いがけないところへパーッとこう自分が生きているなんていうような夢を見た時なんかには冷めてのうちに「ああ魂が戻ってきてよかったあのまま生きっぱなしになっていたらどうなっただろう」ってなふうにも思ったりし、えー、たわけですねそういうことがいろいろこう残されていますけれども古代の古事記なんかにも 夢の中のことが非常に大きな役割を持つ例がいくつか出てきますけれども「夢」「夢」といったそしてあの夢を占う「夢裏」その夢は何を前兆しているのだというふうなことを判断するまた役柄の者のがいたわけお名字などはそういうことをしきりにやったわけですね。 まあそういうあれが今度は新しくなるとフロイドなんかの心理分析のあれになっていくわけですけどね僕ある時堀内先生といて子供の頃しょっちゅう蛇を踏む夢見ました僕の山の中ですからね3キロ小学校まで走っていくわけですからちょうど今頃の季節なんかだと時々夢中になって走ってるとぐにゃっと草履で踏み,踏みつけるわけな革靴なんか履いてませんから。 わわらでで走っていくわけですと。ぐにゃーっとあれをぐずぐずしているとね今頃のこう歩き方だと足に巻きつかれるんでしょうけど子供の頃ですからパッと走ってちょっと踏んでパッとこうすぐ足を運びますから巻きつかれはしないんですけどもこの蛇を踏んだらいい気持ちっていうのは嫌なんですね。でそれをまたよく夢に見るわけです。見 それは性欲だよ原価に言われてもあっ先生にはもう蛇の話しないと思ってる。<laughs> うんこれね、やっぱりフロードのなんかよく読んでましたから先生。またある時ね「僕はもう子どもの頃からしょっちゅう空飛ぶ夢見るんです。今でも時々見ます」。 どどんな夢だどんななだ色がついててね圧巻に追っかけられて「あっ僕は空が飛べるんだった」と思ってこう「ついと飛ぶんですよ」気持ちいいですよ」「先生見ませんでしたか?」僕は見ないな」とか言うんですね。なんか空飛ぶ夢「でも性欲だな」とか言うので何でも性欲にするのかなと思って僕は。 これでの本を見たらちゃんとそう書いてありました。うんだから僕はフロイトの説はあんまり信用しない、うん。もう見なくなりましたよ。10年ぐらいから見なくなりましたよ。うんうん、でも今でもでもあの空と海目のなんか優越感。 見るとこうみんな追っかけてたやつなんかこうこんなにしてこう粉にしてついついとこう飛ぶ、えー、時々教室で空と海目見た人手挙げてごらんって,ってパーセンテージこう時々若い頃、うん、色ついてたかそれは色はついてませんとかいうのが大部分なの僕は色がついてた。から 天然色の夢だよ威張ってま,したまあここにもここでその夢をご覧になって、まあ、その前後のねあるいは夢の中の内容でその、これはただの夢ではないというふうな感じがあるわけですね。で意図よく合わせるものを召して合わせたまいけるその夢の内容を読み解くもの 夢裏をする者をお召しになってそしてその夢を判断させなさるともし年頃御心に知られたままの御子を人のものになして引しめしずることやひょっとして年頃お心から忘れていらっしゃった御子を人のものと で誰かが今自分の養女にしていらっしゃるということであるかもしれませんねどうもそういう夢らしいございますねと申し上げたからしてその夢判断をした頼まれたものがね。で 女の子の人の子になることはおさおさなしかし女の子が人の幼女になるってことはめったにないことだな女の子を幼女にするってことが当時はあまり習慣としてなかったらしいんですね、うん、女の子を人の 幼女に、人が幼女にするというふうなことはまず滅多にないことだな一体どういうことなんだろうなどとこのごろぞおぼしのたもをべかめる内大臣はおっしゃっているようであるさてこうご期待というふうなことですね語り手の言葉ですそれでこれで 蛍、えー、の巻が終わりまして常夏の巻に入るわけでございます。まあ、常夏の巻はそれほど事柄のある巻ではないのですけど源氏のやはり中年の非常に充実した時期に入っての物語そして玉葛をやはり中心にしていくわけ ここでちょっと休むことにいたい